翌日。しかしすごいにぎわいだべ。武道会というよりはほとんどお祭りね。いよいよだな。あ、いた、ベジータいた。端っこにいたな。ベジータおじちゃん、見つけた。よ、お前たち、もう到着していたのか。ねえねえ、ブラちゃんは？その辺をうろついてる。もうじき戻ってくるだろう。ところでカカロット、例のやつは来ているのか？ん？ああ、まだ姿見てねえが、ちゃんと来てるみてえだ。本当か？やはり大きな気は感じられんぞ。ま、後でのお楽しみってやつだ。もったいつけやがって。まあいい。それよりもお前、出場受付は済んでいるのか？いや、まだしてねえけど、そろそろ行こうと思ってたとこだ。父たちも受付のとこいるからよ。ベジータも行こうぜ。待て、そろそろブルマたちも戻ってくる。ゾン君、それにパンちゃんも。ブラ、こんなに大きかったか。パンちゃん、あは、ブラちゃん、久しぶりね。試合に出るって聞いたけど、本当なの？うん、私、いっぱい修行したんだよ。やりすぎちゃダメだからね。うへぇ、こいつブラか。しばらく見ぬうちにでかくなったな。そりゃ5年も会わなければ大きくなるわよ。それで他のみんなは？父たちならこっちだ。やっほー、ブルマさん、皆さんもようやく会えただな。結構な人数だね。これで全員？いや、亀仙人のじっちゃんとかも。おい、悟空。お、みんな元気そうだな。元気そうだなじゃないぜ、悟空。修行もいいけど、たまには連絡よこせ。全然音沙汰ないんだもんな。はは、わりわり。実は昨日もそのことでブルマに怒られちまったんだ。相変わらずだな、ソン。ん？なあ、ピッコロは必要しねんか？今さらお前と戦っても仕方あるまい。今日はお前たちがどれくらい強くなったか見せてもらうつもりだ。お父さん、急ぎましょう。そろそろ出場の受付が締め切られる頃ですから。おっと、そんじゃ行ってくっか。いいこと、あんたたち。普通の参加者を怪我させんじゃないわよ。あと、試合中は空を飛ばないこと。変に目立ったら後が大変なんだから。わかってるよ、ベジータ。あんたが一番心配なのよ。ベジータのやつも相変わらずだな。行こうよ、じいちゃん。あ、じゃあ後でな。ああ、俺たち観客席にいるからな。うん。しかし、こんなにじいちゃんって言葉が似合わないじいさんも珍しいな。今回もいつもと同じ作戦でいきましょう。
ブーさんが挑戦者のチャンピオンになってスーパーチャンピオンの私に負けてしまうということで。うん。やれやれ、また私のファンか。誰も通すなと言っておいたはずなのに。よっ。おお、これはこれは、悟空さん。こんにちは、じいちゃん。おお、私の可愛いパンちゃんまで。元気にしてたかい？おひげが痛いよ。おじいちゃんの応援にわざわざ来てくれたのかい？ううん、私も試合に出るんだよ。悟空じいちゃんも、ゴテンくんも、トランクスくんも、ベジートおじちゃんもだよ。当たり前だけんだ。みんな予選通った。お久しぶりです。なんと心配すんなって。オラたちの誰かが勝ち残ったらあんたに優勝させてやっから。本当？本当だね。でもオラたちやブー以外の誰かが勝っちゃうかもしんねえな。またまたまた、そんなことあるわけないじゃないですか。ねえサタンさん、みんなも会場に来てるんだけど、もう席がないから何とかしてほしいって言ってたよ。おお、そうかそうか。それくらいお安い御用だ。ま、私に任せておけ。ママ、あれ、これ本当ね。違うくない？会場の真横になんか傘立てて座ってたような気がするんだけど、漫画では。え、違った？そんなに強い人がいると思いますか？あいつは嘘を言うような男ではない。何か不思議なものを感じ取っているんだろう。ピッコロさんは何か感じないんですか？さてな、何にしても孫の性格的に目的の相手とはすぐに戦いたいはずだ。それこそ全力が出せる一回戦でな。なるほど。必要者にはブーさんもいる。ブーさんの魔法を使えば思い通りの対戦にできますよね。そういうことだ。つまりお父さんと一回戦で当たる相手が。なんだそれは。あ、さっきスタッフの人がくれたんです。予選通過者がまとめられてるんですよ。お父さんたち以外の通過者は、ノック、もう結構、ウーブ、キャプテンチキン、あとはキラーノと男スキーって人ですね。この中の誰かが。ご来場の皆様にお知らせいたします。本戦出場を決めた選手たちの抽選がただいま終わりました。もう間もなく天下一武道会本戦を開始いたします。パンちゃんは第一試合か。うん、頑張るぞ。なんで俺様の相手がこんなガキなんだ。俺は保育園にお遊戯しに来たわけじゃないんだぞ、腐ったれ。ピー、ぐぐぐぐぐ。パンちゃんはいいよ。僕なんて一回戦でブーさんとだよ。普段から修行サボってばっか言っから困ることになんだ。カカロット、お前が言っていたのは本当にあいつなのか。ああ、信じられん。まるで強い気を感じんぞ。間違っているんじゃないか。いや、間違ってねえさ。やっぱし母ちゃんが言ってた通りかもしれねえ。村ではとびっきり強くったって世界ってとこは広い。そこにはきっとうんと強い人、オイラより強い人がいっぱいいるぞって。どうしよう、オイラ絶対勝つって言っちまった。賞金で食い物たくさん買って帰るってみんなに約束しちまった。
うぶ。ほら、一人で修行しながら、あの子が大会に出場するのをずっと待ってたんだ。どういうことかさっぱりわからん。話せ、いい加減に。10年目、ほら、あのとんでもねえ悪のブーが死ぬとき願ったんだ。今度いいやつに生まれ変わって、一対一でやろうなって。今度はいいやつに生まれ変わるよ。一対一で勝負して。待ってかんな。ほらももっともっと腕上げて。どうやら、エンマ大王のちゃん、それ聞いて気引かしてくれたらしいんだ。まさか、あのガキが、その生まれ変わりだと。うん、間違いねえ。ほらにはなんとなくわかんだ。名前だってほら、ウーブっちゅうんだろ。下から読んだらブーじゃねえか。ま、どれほどの実力を持ってっかは見てのお楽しみだ。おい、おっさん。いたね。こら、おめえだよ、おめえ。何しかとぶっこいてんだよ、このクソ親父。俺様が対戦相手に挨拶してやろうってんだぜ。死ね。誰か伝えてくれ、一人棄権したと。大変お待たせしました。いよいよ天下一武道会本戦の始まりです。今大会の参加者は実に114名。その中から選ばれた精鋭12名が賞金とチャンピオンへの挑戦権をかけて戦います。では早速第1試合を始めましょう。第1試合はパン選手対モーケッコ選手です。パン選手は驚くなかれ、たった4歳の天才少女であります。しかしそれも納得。なんとミスターサタンのお孫さんなのです。対するモー選手は前大会の準決勝で惜しくもミスターブー選手に敗れてしまった実力者であります。頑張れよパンちゃん。パン、ほどほどにしとけよ。いじめるなよモー。こいつサタンの孫だったのかよ。でもみっともねえことに変わりはねえぜ。仕方ねえ、つまみ出すか。それでは第1試合始めてください。ここでパンを動かすみたいだね。で、相手もレベル116って高すぎない？あ、リングアウトしちゃダメだ。あ、なんかいろいろとルールがあるみたいね。オッケーオッケー。まあ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 、HP 赤にならなきゃいいってことだ。いや、ちょっと待って。敵のHP 高すぎだろ。お、ちょっと待て待て待て。お前そういう動きすんの？嘘でしょ。原作でそんな動きしなかったじゃん。オッケーオッケー。まあ、とりあえず。おお、ちょっと待って、意外と動きいいじゃん。ちょっと待って、ファンの必殺技ないの？あるあるある。あぶねえ。いや、しかし気力めちゃくちゃ使うな。あ、でも今のが結構スタンチ削るっぽいんで、これスタンさせていこう。 OK。 いや、スタン無理か。よし、 OK。 いや、厳しいな。
ダメだ、これスタンチ食べれない。今の技どんな感じ。あーダメだ。オーケー。でもこのコンボが一番良さそうね。オッケーオッケーオッケー。ごめんね。あ、バーストしたら意外とやるよ。あっちもかい。掴まれたらまずやばそうね。ちょっと家に帰りな。おー、危ない、早っ。覚悟しやがれ。待ってって。あ、でもそんな減らん。ちょっとこいつこんなに強いとか全然わからんかった。よしよし、オッケー。これは当てれ。これスタンさせて当てる感じがいいか。ちょっと待って、飛べないから難しい。おい、やばい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 。このなんかギリギリのラインで戦うのはちょっとやめたい。よし、オッケー。打てない。一回意外と気力がいる。待て待て待てって。よし、おー、オッケー。やばいやばいやばい、危なっ。よし、最後の最後なんかバーストしてきそうな気がするけども、押し込もう。あー、もうダメだ。よし、 OK。 ダメだ。これでおしまい。意外と強え。やったな、パン。次は第2試合を行います。孫悟空選手とウーブ選手は準備が整いましたら私にお声掛けください。次はじいちゃんの番だね。頑張ってね。ああ、